ああ泉健太、なんでお前はそんなに。もう休め。皆さん、こんにちは、はんです。本日は2023年1月26日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、泉健太、お前もコメントを打つ前に秘書にチェックしてもらえ、ひどいぞということになります。 この動画では先日お伝えした代表質問における泉健太代表の攻撃着手と先制攻撃に関する続報をお届けしたいと思いますので泉健太ダメだわこいつと思われた方はぜひチャンネル登録・高評価をお願いします。てか自画自賛ですが昨日動画で話した視点が完全に不利になってる。誰も褒めてくれないけど。では今回の目次はこちらです。 で、軽く復習をしておくと、1月25日に立憲民主党の泉健太代表が、岸田政権による反撃能力保持に関して質問したんですね。その際に先制攻撃の話が出てきます。で、前回動画でもその点についてお伝えしたのですが、泉健太氏はその際に、 相手国のミサイル発射着手段階における日本からの敵基地攻撃は国際法違反の先制攻撃にならざるを得ず反対という表現を使っているんですね。 この、ならざるを得ずというのが説明不足でよくわかりませんし、また1月15日には、我が国に対する攻撃の着手があれば先制攻撃に当たらないとされているが、正確な着手判断は現実的には困難であり、先制攻撃とみなされるリスクが大きいと泉健太は追悼しており、少なくとも1月15日段階では、法理論的には着手段階での反撃開始は国際法上合法だが、 実質的にその判断を誤るリスクが大きいから政治判断として避けるべきだという立場ですよね。それが25日にはこのリスクを負うことすら放棄した表現に変わっています。先日の動画では私はここについて泉健太はリスクのある政治判断を避けるようなことをしているのではそれは政治家としてまずいのではという妄想をお伝えしました。中には リスクがあるからやるべきではないという主張の方もいますが、私からすると、それってリスクがあるから国民の犠牲が生じてもいいという判断だけど大丈夫かそれに、現段階では判断が困難であっても、将来的に技術が進めば判断し得ることが可能になるかもしれないし、そのように判断できるような国づくりを目指すべきという意見もあるだろう。 それに、万一情報が入ってきた場合でも、仮に泉健太のような立場で、着手段階では反撃しないと法で縛りを確定しまえば、せっかく着手があったと確定した場合でも、余計なことを法律で決めたせいで、ただ打たれることになるわけで、それはアホじゃねという気がします。まあ、このように私自身は、泉健太氏の言いたいことが全くわからないわけではないが、表現もブレているし、中身もどうなんだろうということをお伝えしました。 ただその際に同時にマスコミの報道も微妙だったってことをお伝えしました。すなわち、例えば共同通信なんかも反撃能力保持そのものが国際法違反だって泉健太が主張したと報じていたんですよね。さすがにこれはかわいそうかなと。泉健太氏の主張は保持そのものが違法じゃなく違法な運用の仕方があるのではないかという話でしたからね。 そうすると実際のこの件で泉健太氏が動きます。発端となったのはテレ朝の記事なんですが、その見出しが、立憲泉代表反撃能力保有は国際法違反で反対というものです。中を見ると代表質問のやりとりが文字起こしされており、問題ないと思いますが、見出しがひどい。そのため、この記事を引用して多くのインフルエンサーや軍事の専門家から泉健太が馬鹿にされたんですね。 まあ、その言論は幅があって、それじゃあ世界の国が国際法違反やんかという見出しだけを見て騒いでるものもあれば、記事の中身を前提とする批判があったりと。 で、そうしますと泉健太氏が1月25日午後10時46分にこの記事を引用してこのようにツイートします。以下引用です。テレビ朝日さん、このような誤報は困りますね。私の発言は攻撃着手段階での敵基地攻撃は国際法違反の先制攻撃となる。であって、反撃能力保有が国際法違反とは一言も言ってない。以上ですね。うーん、いや、ここで言いたいことはあるんですが、 ちょっと放置して、泉健太の動きを追いかけておきましょう。で、泉氏は、幾人かの軍事ジャーナリストや専門家に対して、いやいや、これは私もそんな発言はしていませんので、さすがにテレビ朝日に抗議します。ツイッターを通じてですが、ご指摘いただきありがとうございました。篠田さん、私はそんな発言はしていませんので、ぜひ本会議の質問原稿をご覧ください。テレビ朝日の見出しが誤報だということがわかると思います。 というか、この記事が誤報です。テレビ朝日には修正か撤回を求めさせていただきますとコメントします。そして1月26日午前9時42分にテレビ朝日ニュースの見出しが変更されました。さすがに私は反撃能力を保有が国際法違反などとは発言していませんので、ただテレ朝さん、変更後も正確さを書いています。反撃能力に反対なのではありません。正しくは国際法違反になるような反撃には反対です。 と泉氏はコメントするんですねこの段階ではテレ朝の記事の見出しは立憲泉代表政府が防衛3文書で決定した反撃能力に反対となってますねでねこのやり取りで泉健太がちょっと準備不足というかそれとも性格の問題なのかちょっと問題だと思うんですねいや上げ足取りだっていう人もいるかもしれないのですが泉氏発言がブレすぎ 先ほどもお伝えしたように1月15日段階では先制攻撃と誤解されちゃうリスクが大きいよって話だったのが25日には先制攻撃とみなされる反対となっていますしかしテレ朝の記事に対して反論する際には私の発言は攻撃着手段階での敵基地攻撃は国際法違反の先制攻撃となると変わってます最後は国際法違反になるような反撃には反対になってます 最後はまあ、違法なことは反対って言ってるだけなので、中身がないという意味以外では問題ないのですが、この、私の発言は攻撃着手段階での敵基地攻撃は国際法違反の先制攻撃となるはアホでしょ明確に間違ってますそもそも国際法学の通説的見解では、 攻撃着手段階で国連憲章第51条の武力が発生した場合に該当するとされており、実際に被害の発生を待つ必要は自衛権発動のためにはないとされています。ですから、攻撃着手段階での敵基地攻撃は国際法違反の先制攻撃となると言っちゃうと、これは政治的判断として避けるべきという話ではなく、単なる法律論を分かってない、もしくは超マニアックな立場に立つということになるわけですね。 えっとブブレブレやん泉健太で政治家の発言特に公の場での説明などはその言葉から国民は何かを読み解かないといけないわけですよね特にその場で問いただしたりできないわけですから発表された言葉を解釈するしかないなのに泉健太発言は法律上の話をしてるのか政治的判断の話をしてるのかわからないこれはきついと思うな そもそも代表質問の原稿を見ると、いわゆる相手国のミサイル発射着手段階におけるこちらからの敵基地攻撃は、現時点で技術的に不可能に近く、国際法違反の先制攻撃になるため我々は反対していますとなっており、これはこれで1月15日の表現とも、また実際に泉代表の国会での発言とも違うので、一体何が立憲の本当の立場なのかわからない。 ああ、秘書がチェックしろじゃないわ。ガチでちゃんとした責任者がチェックしてくれ。そして変化したらマスコミもしっかり追求してくれ。もちろん総理の発言がブレたら追求も必要だけど、立憲もブレがひどすぎる。何を主張してるのかわからないから、賛成も反対もできないわ、こんなの。私はね、今回の泉健太氏の発言のこの変化っていうのは、 相当批判されて叱るべきと思うんですけどもまあこれでも立憲支持者はあ、最近の立憲支持者は泉さんに対してフォローあまりしないか皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね皆さんの感想コメント欄でお伝えくださいではねぜひともチャンネル登録高評価をお願いします皆さんの応援が私の動画作成の動機になってきますからねでは次の動画でまたお会いしましょうバイバイ